安年山治は、北海道上川郡下川町出身の元、大相撲力士。本名は、安年治。現役中に、羽黒山西仕込を改めるが、同名の新潟県出身の横綱が存在するため、ここでは、署名の安年山で表記する。1934年2月23日に、北海道上川郡下川町で農家を営む家に、いつとして生まれる。 下川町立下川中学校卒業後は家業を手伝っていたが、1949年夏に、羽黒山政さん、寺四国一万くらい一行が名寄へ巡業へやってきた際に見に行ったところ、旭川で立浪部屋の地方世話人を担当していた人物から勧誘され、入門、1950年1月場所で初土俵を踏んだ。仕名は、 本名の安年で入門については自身の強い意志であると入幕後に語っている。しかし入門直後の安年は番付外でいきなり8000全敗を記録するなど圧倒的に弱く本場所はおろか稽古場でもすぐに転がされるほどだった。入門直後で同じ残原の兄弟子にも軽くやられる有様でま関取昇進ではなく三段目昇進を目標にするほど 期待薄であることは自認していた。それでも初土俵から2場所目で、ようやく番付に、名前が記載されたことで励みになったという。金星の取れた骨太の体格で、腕力や足腰が強いために順調に出世し、1951年5月場所での安年山への解明を挟み、1953年9月場所で、新十両昇進。 1954年5月場所で、新入幕を果たす。この時点で20歳の若さだった。1957年5月場所では、新小結びで13勝2敗の好成績を上げ、幕内最高優勝を果たした。まだ23歳の若さで、大関昇進が期待され、千秋楽の暴金勝彦戦では起用暴金を組み止めながら繰り出される再三の下手投げに、 苦戦したが、最後は、土俵際での左上手投げによる勝利だった。同年は、年間最多価値も争う力士として注目されたが、一部からは、まぐれ扱いされることもあったと相撲雑誌の記事において、本人が漏らしている。新小結びで、幕内最高優勝をたった一度果たしたのみでは、昇進など、到底不可能だが、1959年、 十一月場所では、兄弟子で新大関、若葉黒智脇が十三勝二敗で、初の幕内最高優勝、安年山も十二勝三敗の好成績を挙げ、九百六十年、一月場所では若葉黒が綱取り、安年山が大関取りとして注目された場所となった。しかし、この場所は二人揃って、結果を残すことができず、さらに大方向機との対戦では、 通算21戦全敗と当時の最多敗戦記録となったことも響き、結果的に大関昇進は果たすことができなかった。それでも、調子の良い時、悪い時問わず現代的な甘いマスクと筋肉質の体は女性に人気が高く、若葉黒、安年山、北のよう、上る、寺、津山、仁一の4名は、立浪四天皇と呼ばれた。若葉黒と明とは、 辰ツ部屋の後継者をめぐる問題でも争った。アンネミ山は、1959年に、辰ツの長女、千恵子と結婚し、1961年7月場所、から、師匠の現役名、羽黒山を継承して、正式に後継者となった。結婚の経緯は、辰ツの後援者の一人に、大野重工業社長で、元幕した、ワ学がおり、 大谷や部屋付き親方の玉垣が話を持ちかけて、交際を開始、1月に交際が報じられ、同年10月6日に結婚式を取り行った。結果的には、若、羽黒との後継者争いを制した形だが、実際には、安年山の交際が始まった時点で、若羽黒には別に異中の女性がおり、立浪夫人によれば、千恵子をめぐっての争いは、 当初から存在しなかったとし、立浪自身も1956年の時点で、安年山を、後継者候補として見ていたという。羽黒山の執名継承後は勝ち越した時は10勝以上を、上げるものの、負け越した場合も10敗以上を喫するなど思うような、相撲が取れず、右膝を負傷したことで1965年、3月場所の番付に名前を残したまま現役引退。 年寄り、老いて風を襲名した。しかし、1969年10月14日に、立波が亡くなると、同時に立波部屋を継承した。1970年には早くも、日本相撲協会の理事に当選するなど、親方、師匠としての手腕も期待されていた。師匠としては、先代から継承した朝日国という大関へ、 黒姫山ん秀を関分け昇進させたものの二人に続く関取が育たず、1979年の朝日国、1982年の黒姫山引退後は部屋の勢いが下降していった。特に黒姫山の引退は同時に部屋の関取が不在になる事態となった。朝日国、黒姫山という立浪部屋の名力士が相次いで引退したことで、 関取り不在となり、部屋の勢力が加工していく中、立浪は入門当初から待機と言われていた、北尾工事に部屋最高の希望を託した。北尾は入門前から恵まれた体格で、中学生でありながら、立ち合いで相手を土俵下まで突き飛ばすだけでなく、高校生を相手にしても負けなかったことで、大会出場経験がないために、全国的には無名でありながら、各界では、 有名だった。さらに、北尾の指導者が、立浪部屋の講演会に所属している縁で、北尾は、毎年の夏休みに部屋へ泊まり込みで稽古を行い、中学校卒業と同時に立浪部屋へ入門した。その努力が実を結んで1986年、7月場所後に横綱昇進を果たしたが、北尾にはこれまでに、幕内最高優勝が一度もないことから、 横綱審議委員会では慎重論が多かった。それでも当時は、横綱が千代の藤光しか存在せず、協会が一人横綱状態を早期に解決したかったことと、同時期に、北東海の武蔵の大関昇進が決定的で、北尾大関に据え置くと、一横綱六大関という非常にバランスの悪い番付となるため、北尾の横綱昇進が決定した。 その際に、春日の理事長から、四個名を、総グ黒と命名され、史上最強横綱誕生へ、大きな期待が寄せられた。しかし、1987年12月28日に、総グ黒は、ちゃんこの味付けをめぐって立つみと、大喧嘩し、仲裁に入った部屋の女将を突き飛ばし、二度と戻らないと、言って部屋を飛び出す騒動を発生させた。総派黒が、 友人宅へ逃げ込んでいる最中に、立浪は、日本相撲協会へ相葉黒の廃業届を提出した。これを受けて、同年12月31日に、臨時理事会を開催し、相葉黒の廃業を決議、発表した。この騒動を受けて、世間からは、相葉黒を波門にすべきという声も出たが、相葉黒が、当時24歳の青年だったことに対して、温情的に、 廃業扱いとなったが、事実上の破門であることは、辰ツが後年になって、認めている。総破黒騒動から2年後の1989年、アマチュア横綱、山崎直樹が、辰ツナ部屋へ入門した。山崎は1990年7月場所にて、高遠力忠重との取り組みで、合計36発に及ぶ張り手合戦を、 繰り広げるなど投資を全面に出す力士として活躍する。山崎の入門によって部屋も自宅8階ビルへ移転し、山崎が大将山と改名して関取昇進を果たすと、総派黒廃業騒動によって落ち込んだ部屋の活気が盛り返した。その後も、大将大鳥正美、千野毛信や大日の出で高仕上げといった、後に1990年代を代表する力士が、 相次いで入門した。1995年には、大島部屋に所属していた、朝日豊かかつ寺師を、長女の婿養子に迎えて、養子縁組を結び、1999年の自身の定年退職と同時に、朝日豊かへ部屋を継承させた。しかし、継承直後から部屋の経営方針や指導に関する意見の違いで対立が目立ち、 定年退職後も部屋の稽古場に監視カメラを設置して、指導方法に口を出すようになった。挙句の果てには、朝日豊の引退相撲において、その収益を妻と共に持ち逃げしたことで、朝日豊の元に届いたのは、税金の督促上のみという事態を引き起こした。これに激怒した朝日豊は、養子縁組を解消して離婚するが、先代、立並も、 親方株の譲渡代金として、朝日豊かへ対して1億7500万円の支払いを命じる民事訴訟を起こした。一審では勝訴したものの控訴審で逆転敗訴となり、最高裁での上告も棄却されたが、朝日豊は騒動を受けて部屋を移転させ、かつて総羽黒から暴行を受けて脱走騒ぎを起こしたと報じられた羽黒会、検事の要請で、 部屋のアドバイザーとして、北尾孝二を招返した。北尾は安年山に対する態度を軟化させており、公文社のインタビューでは自ら、安年山との確執について、若さゆえの未熟さと語っており、反省の様子を見せていた。2021年2月8日、東京都内の病院で死去。86歳没。不法は、日本相撲協会から同年十二月十三日に、 公表された。戦後直後から高度経済成長期にかけて活躍した力士で、金星の取れた骨太の体格、強い足腰と腕力で相手を倒す、成功法の取り口である。筋肉質の体格と甘いマスクで、女性ファンから人気があり、新入幕から約10年にわたって幕内に在位し続けていた。 得意とする左四つからの下手投げで、土地二清高、千代の山正信に強く、通算獲得金星十個のうち七個を二人から、奪っているが、大砲後期には通算で21戦全敗と全く、歯が立たず、同じ横綱でありながら、土地二千代の山に強くても大砲に全く勝てない、不思議な戦績が残っている。 相手の力を利用する安年山に対して慎重に攻める大砲の力をうまく利用して相撲を取ることができなかったものと思われる。ありがとうございます。